こんにちは。こんにちは。今日はですね、視聴者の皆さんにですね、重大な、発表がありましてですね、まあ、僕からじゃないんですけども、ちょっと袴田さんから今回皆さんにですね、重要なですね、お知らせがあります。はい。まあですね。はい。最近やっぱり忙しくなってきましたからね、袴田さん。いやでもそれをいや別にそこまで、まあ、あの本当にお仕事が増えてきたことは確かではあるんですよ、うんうん、でもそこを理由にしたくはないなっていうのは本当に思ってるんですけど、うんうん、先週なんか黒のね、黒マスクの、そうですよ、本当になんかね、でもあれたまたま本当に、うん、あこの日いつも何曜日空いてるのにこの日だけ入っちゃってるんですって言って、まあ、スケジュール合わなかったわけですけど、先生出てくると思わなかったですよ、動画見てたら。まあそうね、はい、でもなんか先生がですね、少数派のコメント欄で、はい、誰やねんお前みたいなので、はい、なんかもう傷つくわって言ってそうなんですか、えそんなことでと思って、意外と繊細みたいな傷ついてたんです。でも、うん、あのコメント見てたら、でも先生面白いっていう方とか、うんうん、すごくあの野球勉強してるねって言ってる方とかも、うん、まあ、先生すごく詳しいので、勉強してるわけじゃない、ただの野球好き。あそうですねあの本当あれですね、増田君さんみたいな選手のなんかね、そう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 、細かい情報で言ったりとかね、たまに知ったかがね、うん、あるけどもそうですか、うん、はい、まあでもちょっと私からご報告を、そうですね、はい、まあ仕方ないですね、うん、仕方ない。えじゃあやめます、やめます、いやこの、発表を。でもだって事務、あ、とどまるってこと、だって事務所とまたじゃ話し合ってきます。でもこれは事務所とやっぱり3ヶ月ぐらい前から話してた話なんですよ、うんうん、だって僕のとこも連絡来ましたからね。あ、来ました、はい、本当ですか、はい、あ、そうなんですか、はい、いやそれはちょっとじゃあ難しいですねって言って。あ、そうなんですね、はい、そう、なんかやっぱ最初に事務所からこうお話もらったのは、うん、今シーズン入る前ぐらいから最初、うんうん、言われて、で、えっ？ってなったんですけど、うん、まあ今こう話がこう結構相談していく中で3ヶ月ぐらい前から結構こう徐々にやっぱ進み出して、で、決まったんですもんね、うん、まあ決まったので、だって俺に来たのはシーズン入ってからよ。まあそうですよね、うん、それはちょっと難しいですねっていう話になって、うん、で、解禁になって、はい、進めてきた話なので、はい、まあもうそろそろね、はい、はい、ちゃんと言わないと。オールスターも終わったしオールスターも終わったしまあ残りもね、もう少なくなってきたからね、はい、はい、じゃあちょっと私から、はい、本当に真剣に皆さんにご報告をさせていただきたいと思います。はい、今回ですね、私始球式がまた決まりましたそうだ、今日の重大発表は、はい、まさかの3回目の、はい、始球式が決まるっていう、イエーイ、だから開幕前からね、開幕前からも、だから今までの話全部嘘じゃないからね、そう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 、うん、開幕前から話になってね、そう、で俺は1ヶ月か1ヶ月半前か忘れたけど、はい、それぐらい連絡来て、はい、あのその日佐々木さんキャッチャーで、袴田さんの始球式空いてますかって言って、はい、ロッテから来て、うん、あその日神宮にいるんで無理ですって本当に連絡来てるんですよ、はい、あ、そう、あのどこでやるかというと今ロッテって言いましたけど、なんとゾゾマリンスタジアムで始球式をさせていただくことになりました。8月26日金曜日で、はい、この日がライブズさんからちょっとお話をいただきまして、はい、投げることになって、はい、はい、もうしかも相手が楽天、うん、これはもうあれちゃう、三塁側とレフトスタンドからブーイングちゃう、来るかな、お前もどっちやねんって何またやねんって言って、何またもう何、そうですね、だってもうワンシーズンだからね、本当そうなんですよ、うん、しかも楽天戦で、はい、しかも楽天戦で投げさせていただいた後に、うん、対楽天のロッテ戦でまた投げさせていただくっていう、うん、こうやってやられてんじゃん、うん、全員から、え、何ですかこれ、怖いって怖いってね、ちょっとまあたまたまなんですけど、これが、うんうん、本当にそのライブズさんのスポンサーの日が、うん、その楽天になったっていうことなんですけど、うん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 、でもいけんちゃう、今度はちゃんとできんちゃう、だって思い入れないでしょマリンに別にだから歓喜が回ることもないし、多分終わって泣くこともないと思うし、そんな意気込んでやんないから多分いけんちゃう、まあ、一番よく行く球場ではあるので、すごく大好きな球場ではあるんですけど、うん、だからまあロッテマリーンズになんかこう、えロッテのユニフォームで、
プラそうですよね。まあライブズさんがどういうユニフォームを用意してくださるか。ライブズさんのユニフォームあんだよね、上はね。あ、そうなんですか、うんうん、じゃあもしかしたらロッテっていうよりはライブズさんのユニフォームかもしれないですけど、はい、もしロッテのユニフォームだったら年に楽天とロッテのユニフォームを着て始球式やるね。はい。でもよかったね。いや、そうなんですよ、うん、もうやっぱりリベンジがね、したいと思ってたので、うん、はい、リベンジの、リベンジの機会あるって分かってたわけですけど。え、どういうこと？え、やらせ。え、じゃあ、だって、開幕前にお話しいただいてるんで。それ、分かってるんですよ。だ、あ、2回やるの知ってたから、はい、楽天生命パークの時は適当にやっちゃったんだ。いや、適当じゃないよ。もう私、嘘だけだと思わないでくださいよ。2回目やってから、はい、演技違います。あれ全部がフィクション。違います。もう本当にあれも超感動したんですから。そうなんで、もどうせもう一回あるからいっかと思ったんでしょ。いや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 、でもすごい悔しかったので、うん、絶対次はいい球投げるっていう気持ちにはなりました、やっぱり、うん、でもすぐどうせすぐあるしね。まあ2ヶ月3ヶ月。でも大丈夫なんですか、今度ちゃんと投げれるんですか。投げたいですよ、そりゃ。言った通りやったらちゃんと投げれるけど、はい、舞い上がっちゃってたもん、プレートから後ろ投げたりとか。本当ですよね。だから今回はプレートを、まあ、踏ませていただくか、うん、ちょっと前ぐらいから、うん、今プレート踏んで投げればいいねって。みんなもうタカさん の,、はい、佐々木朗希の時のやつの呪縛に、はい、みんなちょっと気遣いすぎてる。やっぱそうですかね。普通にやっていいんだから、はい、ちゃんと、まあ、マウンド踏んで、うん、もう真ん中踏んで、うん、で、しっかり投げます、うん、はい、で、できるんですもんね。ちょっともう忘れてきちゃった。そう、最近じゃん。いや、でもこうね、まあ普通にやったら届くようにはなってると思うんですよ、うん、やってる腕立て。腕立てやってないです。いや、だって筋力つけないと速くならないよ。筋力いります、やっぱ。いる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 。だからダイエットつもりでちょっと腕立てやっといてよ。わかりました。だし引き締まるじゃん、ここら辺とか、はい、でもやっぱりちょっと教えて、もう一回教えていただいて。またキャッチングもやっぱりまだあれだったんで、ちょっとキャッチングとかのレベルアップもしつつ、やっぱり投げる方もやりたいの、はい、抑えれる？ちょっと確認しないといけないです。ちょっと8月26なんです。8月26、はい、1ヶ月もないじゃん。そうなんです。もっと早く言ってよ。1日解禁だったんですよ、情報が。真夏の、はい、解禁でもさ、はい、撮るのは早く撮れんじゃん。撮影結構久々じゃないですか。それはあなたが来ないからね。でもちょっとこの間会わなかったですよね、うん、あとね、めっちゃ撮りまくってるから、はい、クリスじゃないからね。そうなんですよ、うん、前回何本撮ったというか撮ったんで、7月なんで1回しか撮影してないから、ね、そうなんですよ。よく言われるんですよ、佐藤さんとどんぐらい一緒にいるのとか言って、まあ、2日に1回ぐらいいるのとか。どれぐらい一緒にいるのって、俺付き合ってるわけじゃないなんなら7月ね、月1回か、まあ、プラティニュースだって2回ぐらいしか会ってないですもんね、うんうんうん、はい。まあ、でもちょっとロッテだから、うん、佐々木朗希投手みたいにすごい足いっぱい上げて投げたいなとか。あ、まあ、それはそれで面白い、はい、もう同じフォームも飽きたしね。そうなんですよ、同じような投げ方したって面白くもなんともないしね。だ かっこよくモノマネ行こうよ、石原さとみちゃんみたいなモノマネ行こうよ。あ、モノマネできます。モノマネ入れてのでもちゃんと投げるっていう、うん、あ、だからちょっと練習しよう。村田兆治さんか佐々木朗希でしょ、はい、どっちか。あ、そうですね、うん、ロッテだから。私家で佐々木朗希投手ぐらい足上がるかなと思って結構やってたら、うん、意外と私上がるんだし。もう怪我いいの？あ、もう怪我大丈夫です。じゃあ練習行く？行く。じゃあ、はい、飛ぶか。じゃあ練習してきます。はい、それでは、はい、行ってまいります、はい、次回交互期待、はい、せーの、ほい。